皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。5分で学習中1数学、今回は括弧のある方程式、この解き方について説明します。括弧のある方程式は分配法則を使って括弧を外してから解いていきます。例の丸1番 x 足す2括弧 3x-5 括弧イコール4ですね。ここの部分、分配法則で括弧を外します。 x 足す 2×3x ですから 6x、 2×-5 ですから -10 イコール4、こうなりますね。で、この -10 を移項します。 x 足す 6x イコール4足す10、 7x イコール14になって、両辺を7で割ると、まあこう考えるんですね、まあ、省略しないで書くとこうなります。と x イコール2と、解は x イコール2です。丸2番 7x-2 括弧 x-2 括弧イコール19、これもここの部分、分配法則で括弧を外します。 7x-2×x ですから 2x-2×-2 でプラス4。ここのところ符号を間違える人時々言いますので気をつけてください。イコール19と移行しますね。 7x-2x イコール 19-4、 5x イコール15となって、両辺を5で割ります。そうすると x イコール3と、これが ② の方程式の解です。丸3番です。 4x-x-2=17 ですね。この括弧の前には1が隠れているということを覚えてますか。 4x-1×x で -x、 -1×-2 でプラス2、イコール17、こうなりますね。 4x-x はこの2を移項すると 17-2 と、 3x イコール15となって、両辺を3で割ります。 x イコール5、これが丸3の方程式の解です。次です。丸4番 -2 括弧 x 足す3括弧イコール 5x 足す8、ここの部分を分配法則で括弧外します。 -2×x で -2x、 -2×3 で -6 イコール 5x 足す8ですね。ここの -6 の部分を、右辺に移行、 5x の部分を左辺に移行すると、 -2x-5x イコール8足す6、こうなります。 -7x イコール14ですね。両辺を -7 で割ると x イコール -2 と、これが、丸4番の解ということになります。今回は括弧のある方程式の解き方、これは分配法則を使って括弧を外して解いていく、このことについて説明しました。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。